お話をお伺いしてまいりたいと思います。ナレーションについては、まあ、少しエピソードがあるんですけれども、韓国人として発音を正確にしなければいけないというプレッシャーがありました。ですので、レコーディングをするときに美しいという、言葉を、発音するときに気を使ったことを覚えています。美しいはダメですよね。そうですね、美しい、美しい、でもすごく素敵にナレーションも、はい、入っておりましたので、そのあたりも皆さんにぜひ注目していただきたいと思います。ちなみにチャン・ウンソクさんがこう特にもう全て気に入ってらっしゃると思うんですけど、お気に入りのシーンはどこですか？촉촉감을표현하기위해서물과함께세트에서물이준비되어있는스튜디오에서촬영을했었는데아마그부분이가장촬영하면서도쉽지않은부분이었기도했고이화장품의세계관을가장잘표현할수있는아름다운수분과물이가장좀촬영하면서신경을많이썼던기억이납니다やはりしっとり感を出すことでしたね。セットで水が用意されているスタジオがあったんですけれども、その撮影というのはやはり本当に簡単なものではありませんでした。でもこの化粧品の世界観を表現し、そして美しさと水分を表すということを気をつけながら撮影に臨みました。本当にこうポンスキンの世界観がしっかりと伝わって来る CM だなと感じましたけれども、実際にはこう今気をつけて撮影されたところをお話しいただいたんですけれども、他にもどんなことを気を使われましたか？他にですか？はい、他にどんなところを気をつけました？何か気を使った点とかありますか？気を使ったかな、はい、やっぱり자기자신의관리라고생각하는데아무래도제스스로가내면의진정한힘을표현하기위해서그세계관은어떤것일까내면적으로상당히많은고민이있었고또촬영할때에는촬영을하기한일주일전부터굉장히관리를했었던기억이납니다팩도하루에한번씩했었고제자신이세계관을표현하기위해서그런존재가되어야된다고생각했기때문에やはり自己ケア、自己管理が大切だと思いました。やはり自ら内面の力を表現するために世界観についてもいろいろと悩みました。そして撮影の1週間ぐらい前からしっかりとケアをするようにして、必ず1回パックもするようにしていました。そんな風にして世界観を表現することが大事だと思っていました。プロ意識を聞かせていただきました。はい、そして商品の持ち方も美しかったですが、こだわりはありましたか？商品の見せ方、보여주는방법、カットラズンチ、すごく美しかった。보여주는데있어서도신경쓰셨는지요？그렇네요。やっぱり제가잘보일수있는、저의세계관을잘표현할수있는카메라앞에서의여러가지직업들이있는데、특히나이번펀스케인같은경우는제자신에대한아름다움뿐만이아니라이화장품을더많은분들에게제대로보여드릴수있는방법을여러방법을찾았었던것같아요제가들고있는폰스킨의화장품을단순히보여준다라는느낌이라기보다하나가되기위해서어떤세계관을펼칠수있을까라는고민을많이했었습니다。やはりしっかりと自分をよく見せなければその世界観も表現できないというふうに思いました。まあ、カメラでの撮り方も様々なんですけれども、ポンスキンがこう美しく見えるように、その点についても気を使いましたし、ただ商品を持っているという商品を持って見せるというだけではなくて、僕と商品が一つになって世界観をどう見せたらいいのかについても考えました。まさにこうポンスキンとグンソクさんがこうギュッと一緒になって、こう2つの魅力がギュッと詰まった CM に仕上がっていたのかなというふうに思います。いかがでしょうか？明日から放映となりますが、この CM をご覧いただいている皆様にどんなことを感じていただきたいですか？누구나아름다움을다갖고있다고생각을하거든요이폰스킨의세계관에서도표현하듯이내면에서갖고있는진정한힘에대한믿음을
보여드리고싶었어요그래서제자신도제안에갖고있는저만의진정한힘을계속해서믿고또여러분들도자신안에서의갖고있는각자의진정한힘을믿는다면그아름다움이더욱더돋보일수있는기회가되지않을까라고생각합니다誰でも皆さん美しさを持っていると思うんですね。ポスキンもその世界観を表現してくれているように、内面の力を信じることが大事だと思います。僕自身も自分の力を信じていますし、皆さんも自分の内面の力を信じることによって美しさがより際立つと思います。はい、ありがとうございます。CM の思いなんかもすごく伝わってまいりますけれども、実際に撮影現場で大変だったことというと何がありますか？大変ということですね。何があるのかな。아까말씀드렸던것처럼카메라안에서저의세계관과화장품폰스킨의세계관을표현하기위해서좀많은노력이있었는데그현장에준비되어있는캐릭터이있었잖아요그메뉴로떡볶이가나왔었는데스태프는되게맛있게먹었지만저는이제아무래도계속관리를해야되니까그저쳐다보는것만으로만족했던게大変なことじゃないのかなと思ってます先ほども言いましたけれども、カメラの中で世界観を表現すること、ポンスキンの世界観を表現するということに努力を傾けました。そして撮影現場で準備されていたケータリングがあったんですが、メニューの中にトッポキがありました。で、スタッフの皆さんは美味しそうに召し上がっていたんですけれども、僕はやはりケアをしなければいけないということで、ただそのトッポキを見ているだけで満足するという、その点が大変でした。それは大変でしたね。정말맛있게먹더라고요。本当に美味しそうに召し上がってました。아니끝나촬영이다끝나고는안전하게차미스를마실수있었어요。そして終わってから安全にチャミスルも飲むことができました。よかったです。CM の中で非常に軍則さんの目線が印象的でした。何か目線で気を使ったこととかおありでしたか？글쎄요시선을표현할수있다는것은일단은저에게있어서는그프라이드가가장중요했던것같아요이광고를이 CM 을보시는분들에게신뢰를줄수있는부분이가장큰지점이지않았을까그리고또사람이자신의생각을표현할때에는뭐여러가지방식이있겠죠말도있고동작도있을테고하지만저는연기를하면서도그렇고눈이표현하는그리고그눈에서표현될수있는그사람의진심진정한힘이있다고생각을하기때문에가장먼저제자신이자신감을갖고프라이드를갖고촬영에임하는게중요한부분이었다고생각합니다そうですね、視線、目線を表現する上ではやはりプライドが一番大切だと思いました CM を見てくださっている方に信頼を、お届けしなければいけませんのでその点を大切にしながら撮影に臨みましたそして、自分の考えを表現する方法は様々ですよね言葉でも表現できますし動きでも表現できると思うんですけれども僕の場合には演技をするということで目で表現することが大切だと思いました目で表現することによってこう世界観に力を持たせるということが大切だと思いましたので自信とプライドを持って撮影に臨みました文則さんのこう真摯にお仕事に向かう姿が感じられてすごく皆さんにもそんなあたりが CM を通して伝わってくるのかなと思いますそして撮影の時に何か一番楽しかったこと何か終わりですか思いつくことありますかこれは楽しかったなということがあれば教えてくださいそれは면서재미있었던エピソード는그아까말씀드렸던것처럼바닥에많은양의물이있었고그물을밟고그위에서촉촉한수분을표현하는신이있었는데그때사실구두가두개가있었어요하나는그촬영용예쁘게잘보일수있는되게비싼구두가있었고하나는그보이지않을때신는아주저렴한구두가있었는데
제가성격이되게급해서그비싼구두를신고물속에들어갔었을때에그스태프들의놀라는표정과부담스러운그시선이좀더열심히해야되는구나라는이유를찾을수있었던기회였던것같습니다撮影の時の楽しいエピソードといいますと、先ほども少しお話ししましたように、こう床に下にたくさんの水が置かれていて、それを踏んで撮影をしたんですね。その水を踏むことによって、しっとりとしたみずみずしいその水分を表現するシーンだったんですが、そのシーンを撮影する時には靴が2足用意されていました。1足は撮影用のちょっと高いもので綺麗な靴だったんですね。でもう1足はその撮影の時に見えない、状況で履く撮影用の靴でした。でも、僕はちょっとせっかちでしたので、その撮影用の、高い方の靴を履いて水に入ってしまった時のスタッフの慌てぶり、驚いた表情とか困ったようなこう目線、が感じられまして、それを見た時に、あ、もっと頑張らなければいけないなという、その理由が見つかりました。またそういう束縛で仕事頑張っています。その靴はその後大丈夫でしたか？あ、バレすごいよ。多分捨てたと思います。さあ、皆さんもそのあたりぜひこうこのお話を念頭に CM をに注目していただければ嬉しいです。はい、コロナのせいで軍隊から卒業してまだ2年ぐらいか日本に来れなかったんですけど、今年は特にいろんなイベントで仕事で行ったり来たりしながら頑張ってみました。さっき皆さんに話したいことは、今年も本当にお疲れ様でした。そして来年も新しいドラマの放送を始めるし、なのでまた自信感があるチャン君ソクをもともと信じてください。そして来年もよろしくお願いします。